はい、おっちゃんです。どうも、おっちゃんです。テイルズ・オブ・デスティニー2回目の配信でございます。よろしくお願いします。で、今回は、神殿に何やら仲間が罠にかかってしまったのを助けてほしいということで、このマリーさんの仲間がね、それを、助けに行くとところでございます。東から出て、できれば出発前に食材を補充しておきたかったな。あ、食材ね、忘れてた。先に食材屋へ寄るか。こっちだ。はい、いらっしゃいませ。フードサックを補充したいんですけど。フード補充ですね。かしこまりました。ここの払いは私が持とう。世話になることだしな。ありがとうございます。フードストラップの交換はございますでしょうか。フードストラップ？フードストラップ？フードストラップを交換すると料理の内容を変えることができます。お、例えば料理に特殊な効果がついたり、体力の回復量が多くなったりですね。フードストラップはどこの食材屋でも取り扱っております。おお、やったぜ。フード補充と合わせてお気軽にご利用ください。わかりました。はいはい。レンズ換金しようか。450円、全部売るのもったいないな。購入。いなり寿司にしようか。2つ以上のストラップをセットした状態で複数のストラップが条件を満たした場合、その中で最も上にあるものが料理されます。なるほどね。で、4つまでストラップつけれるんだね。よし、 OK。 では改めて神殿へ向かうとしよう。おう、セーブセーブ。よし、神殿に向かおう。確かに便利な道具だな。うん、便利な道具。私は自分で料理するのが好きで、あまり使ったことがなかったが。おお、自分で料理するんだ。多分。お客様、お待ちください。ただいまサービス期間中でして、お渡しするものがありました。お、今まで食べたことのある料理が載った図鑑、フード図鑑を手に入れました。ありがとうございます。ありがとうございます。フードの補充はお忘れなく。それでは失礼いたします。さて、今度こそ神殿ですね。今度こそ神殿。あ、神殿は森の中から。仲間が罠にかかって困っている。早く神殿へ行こう。俺、前もこの森を通ったんですけど、神殿なんてありませんでしたよ。木々の間に隠れているからな。気づかなかったのも無理はない。森をしばらく進んだ突き当たり、そこに神殿へ通じる隠し通路がある。隠し通路がある。へえ。さて、行くとしようか。あ、近接か。いや、
武器ステータスの CC25 とは CC が23452とシフトする状態。オーディアンデバイスを成長させれば対象 CC 最大 CC を増やすことができるので戦闘スタイルに合わせて武器を使いこなそう。なるほどね。負けるわけにはいかないぜ。雪か。寒い。突き当たりまで来ましたね。これからどうするんです？あ、すまない。つい考え事にふけってしまった。おお。雪が降ると昔のことを思い出せそうな気がしてな。思い出せそうな？え、記憶がないの？実は私は自分の過去を全く覚えていないんだ。あらま。なんと、記憶喪失ってことですか？大変じゃないですか。そうかもしれないな。何か手がかりはないんですか？手がかりは時折何かが引っかかることがある。料理だったり雪だったり。だが一番可能性がありそうなのはこの探検だな。お、探検。絵に文字が彫ってありますね。 DV イニシャルかな。これがもともと誰の剣でなぜ私が持っていたかはわからない。だがおそらくはとても大切なもの。そんな気がしている。 DV。 そうだったんですか。記憶を取り戻すのに助けが必要なら言ってください。俺協力します。その気持ちだけで嬉しいぞ。さてさてさて、この先に神殿へ通じる隠し通路の入り口がある。おお、わかりました。こんなところに行きましょう。行きましょう。あ、セーブだ。セーブですね。これかな。おお、開いた。さて、行くとしようか。おりゃいいぞ、敵敵強いぞ。負けるわけにはいかないぜ。よいしょ。スライム、スライム的なものが強い。スライム的なものが強いぞ。おー、神殿。これが神殿の中ですか。ずいぶん立派だな。仲間が囚われている場所はこの先だ。よろしく頼む。はいよ。
どうやって上がればいいんだ。馬剣剣強いな敵。これじゃ先に進めない。こっち側でどっか行けるの。そうだ、思い出したぞ。この倒れた柱を足場にして上に登った。なるほど、ここか、宝があったね。おりゃいやいいねいいね。腹があったね。よいしょ。あ、ここにも宝が。あれは。おお。音が高いかな。一人では罠を解除できない。町へ戻って助っ人を連れてきた。すごい、空に浮かんでる。どんな仕組みになってるんだ。これが私の仲間だ。名前をルーティーという。お、ルーティー。あいよ。どっかで聞いたことのある声のような。スタン、右側の台座の前に立ってくれないか。あいよ。あ、はい、わかりました。どこに取られたか存じませんが、ありがとうございます。いや、礼を言われるほどでは。すいません。うわぁ、バカ、あんたまで引っかかってどうすんのよ。だって、こんなことになるなんて知らなかったから。知らなかったから。よかったよかった、罠の解除ができた。ん？はて、どこかで見た顔のような。あああんたは。お前は。なんだ、二人は知り合いか。知り合いか。覚えてないの。こいつ、飛行竜で私たちの邪魔した男よ。邪魔なんてしてない。邪魔なんてしてない。いいえ、したわ。あんたのせいで私たちはね。ルーティー大喜びだな。スタンを連れてきてよかった。どこが喜んでるのよ。あんた、その剣。これ飛行竜で見つけたのさ。変わった形してるだろ。我を珍品扱いするな。新品扱いするな。変わった形なのは事実じゃないか。ソーディアンと喋ってる。あんた、マスターになったわけ。へえ、そこまで知ってるのか。お前もまさか、我の声が。我の声が、これを見よ。リューロス、会いたかったわ。
お知り合いですか。声が聞こえるということはルーティーのそれもソーディアン。誰か来るぞ。あ、隠れろ隠れろ。これはグズグズしてられないわね。どうして隠れないといけないんだ。早く町へ戻りましょう。そうだな。なあ、どうして。どうして。 あんたも一緒に行くのよ。ここに立って仕方ないでしょ。はい。あ、うん。確か隠し通路の他に出入り口があったわね。あ、ソーディアンデバイスが。3人になったから楽だ。イヤホー。フードサックは町の食料屋で簡単に補充。お、宝だ。ヘイヘイ。これ出るのかな。ブロンズガントレット装備。ブロンズガントレット。あ、これだけか。グズグズ。防具は大事だね。防具は大事だね。作戦。なんかマスターした。
これか。マインド。これ上行ったらどうなんだ？あ、こっちか。あ、ここではないんだね。ウリャー。負けるわけにはいかないぜ。負けるわけにはいかないぜ。負けるわけにはいかないぜ。このスライム強いね。だいぶ減ってるね。あっちー。貴様たち、ここで何をしている？さては財宝目当ての洞窟者だな。いやいやいや、誤解誤解。大丈夫？兵士の人と戦っちゃってお尋ね者にならない？あいつら変なこと言ってたな。俺たちのことを洞窟者だとか。洞窟者だとか。そうか、誤解か。なら仕方ないな。うん、誤解なら仕方ない。安いやつ。なんか言ったか。別に。増援を呼ばれると厄介だぞ。そうね。さっさと退散しましょう。退散しましょう。
働きしたし、町へ戻ってゆっくりしましょう。来た時と別のところから出ちゃったけど、町へ戻れるのか？大丈夫よ。このまま進んで突き当たりを南に行けばいいの。なるほどね。行き止まりか。行き止まりか。どう。主人公はしたんですが、戦闘では戦闘に参加しているキャラなら誰でも操作できます。切り替え可能。が高いと時々クリティカルヒットがあって、ダメージが2倍だけならまだしも、気絶するは CC が2回復するあのおまけ付きで一歩進んだ連携を可能にする。やられたくない場合は回避率を上げた方法。なるほどね。お、通行証を手に入れた。セインガルドへ戻る際は絶対必要になるからな。じゃあ早速。ちょっと待ってよ。そんな慌てなくてもいいでしょ。世話になった礼をしたい。うん、礼をしたいって。リムロスと積もる話があるだろうしさね。そっか、わかった。酒場へ行こう。宿屋と同じ建物にある。お、はいよ、酒場に行こう。よいしょ、あれ、よいしょ。よいしょ。何を言ってるの？私たちが飛行竜に乗ってたのも実はリムロスが目当てだったのよ。お前にはアトワイトがいるだろう。今さら我のマスターにはなれんぞ。お金になるわ。骨董品として売ればね。骨董？ごめん、悪いけどルーティーの頼みは聞けない。うん、聞けない。なんでよ。リムロスはただの剣じゃない。あげたり売ったりするのはちょっと当然の判断だな。諦めなさいルーティ。ずっと飲んでんだけど大丈夫？じゃあそれはそれとして、あんた私たちの護衛役をやらない？護衛役？ルーティたちの護衛役？私たちこれからセインガルドのハーメンツの村ってとこへ行くの。ハーメンツからだったらダリルシェードも相当遠くないわね。
ほら、私たち女だけだから。あんたみたいに腕の立つ男が一緒だと心強いなって。腕が立つ見えすいた世辞に簡単に乗せられるんじゃない。マリーだってそう思ってるわね。そうでしょ。ずっと飲んでるよ。うまい。ん？何か言ったか。スタンが一緒だと心強いわよね。うん、そうだな。旅は大勢の方が楽しいぞ。大勢の方が楽しいぞ。噛み合っていないではないか。確かに女性だけじゃ物騒かもな。わかった、護衛役を引き受けるよ。ハーメンツまででよければ。わあ、ありがとう。何が狙いだ。なんだかよくわからないが、改めてよろしくな、スタン。こちらこそ。逃がすもんですか。隙を見てリムロスを奪ってやる。そういうことか。ルーティー、考えてることが私たちに丸分かりなんだけど。先が思いやられるな。さて、今日はもう寝ましょう。明日の出発は早いわよ。おう。アトワイトのマスターは随分と個性的だな。根は悪い子じゃないんだけど、リムロスの方も面白いマスターを選んだみたいね。性格が素直なのはいいが、どうもお人よしすぎるのは欠点だな。剣の腕もまだ未熟だ。ビシビシ鍛えなければならん。なんだか楽しそうね。アトバイト、ところで例のあれは今。私にもわからないの。大地どこにあるのやら。例のあれとは？我やお前が目覚めていることが悪い兆候でなければいいのだがな。なんだなんだ、例のあれとは一体。スタン、いつまで寝てるの。出発するわよ。スカー、起きるんだスタン。こらー、さっさと起きろ。剣盗まれちゃうよ。いや、おはよう。おはようじゃないわよ。さっさと支度しなさい。ああ、うん。こいつ、大丈夫かしら。寝ぼけて変なことしないように、リムロスが見張ってなさいよ。我はスタンの世話係ではないのだがな。さて、ハーメンツへ向かいますか。セインガルド方面だから北の門よ。北の門から。ですね。北の門から出発。補充しとかないと。サンドイッチとか欲しいね。レベル上げしたいね。ちょっと戦闘がきつい。スタンさん、リライズはご存知？リライズ？リライズ？初耳だな。リムロスが説明してなかったのね。いいわ、それなら私が。ソーディアンの持つ技能の一つにリライズがあるわ。レンズエネルギーを用いて武具や防具を変化させる技能のことよ。ほうほうほう。何に変化させるかによって消費するレンズの量が異なるの。なるほど。レンズの売りすぎには注意してね。あ、それとレンズ大事なんだね。ソーディアン自身は変化させることができないわ。ソーディアン以外の武具や防具をレンズを使って新しいものに変える、それがリライズってことか。基本的にはそうなるわね。実際にやってみましょうか。はい、リライズ。レザーアーマー。
ブロンズアーマー。なるほど。とりあえずこのレンズの他にパーティーレベルが必要です。各キャラのレベルを上げることでパーティーレベルも上がります。強力な武具ほど必要なパーティーレベルが高く、これを満たすことでリライズができるようになります。できた。いろいろと試してみるといいわ。簡単だから。話は終わった。それじゃ行くわよ。リライズ、レザーアーマー、レザークローク、なるほどなるほど。お、だから何度も言ってるだろう。通行証がないものは倒産。ならば顔パスでどうだ。俺ほどにもなればそれで十分だろう。有名人なの。へえ、あの人たち有名人なのかな。そうとも、俺たちこそかの有名なレンズハンター集団。疾風のミリー、オーグライドジョン、そしてこの俺、音速の貴公子グリッド。3人揃って俺たち漆黒、漆黒の翼、イエイ。漆黒の翼、最近似たやつが多いみたいだが、あくまで元祖は俺たちだからな。はいはい。バカな。うん、そんな芸人確かに知らないわね。誰が芸人だ。レンズハンター集団。レンズハンター集団ね。通行証を持ってるわよ。ほら。うん、取っていいぞ。ありがとうございます。お役目ご苦労。これからも励んでくれたまえ。くれたまえ、くれたまえ、うっす。お前たちいい加減にしろよ。これ以上騒ぎ立てるならこちらにも考えがあるぞ。いや、これはそのやだな。この冗談ですよ、冗談。ほら、自分たち芸人ですからね、ね。とうとうセインガルドに入ったか。早くダリルシェードへ行きたいな。あんたは私たちの護衛役だってこと忘れるんじゃないわよ。先にハーメンツの村へ行くのだったな。そう、うん、ハーメンツの村はジェノスから見て北西の方角だからね。北西、ここでちょっとレベル上げしたいね。ここでちょっとレベル上げしていこうか。宿屋も近いし。装備も変わったからレベル上げがはかどるんじゃないか。負けるわけにはいかないぜ。
エンカウント率が低いね、結構ね。さあ、じゃあちょっとレベル上げの間ね、ちょっとだれると思うんで、レベル上げは飛ばします、飛ばします、一旦飛ばします。ではでは後ほど。はい、どうもどうも、レベル上げしていきました。疲れた。レベル15まで上げました。いやでも戦闘自動だからね、まあ、いくらかマシでしたけど、エンカウント率がそんなに高くないんでね、苦労したかなっていう感じで。というわけで、とうとうセインガルドに入ったか。早くダリルシェードへ行きたいな。あんたは私たちの護衛役だってこと忘れるんじゃないわよ。先にハーメンツの村へ行くのだったな。ハーメンツの村ね。ハーメンツの村はジェノスから見て北西の方角だからね。北西、じゃあ行きましょうか。北西の方へ。お、よし、ハーメンツの村を目指すぞ。待って、目指すぞ。地図をあげるわ。お、地図。どうせ持ってないでしょ。ありがとう。大切にするよ。ありがとう。道に迷ったらちゃんと地図で確認するのよ。なるほどなるほど。R3 ボタンで地図が出るんですね。なるほどなるほど。ハーメンって言ったんだよ。さっきの戦い納得いかない。こんなんじゃまだまだダメね。見たかスター、ルーティーはああして常に己の戦いぶりを反省しているのだ。お前も見習わねばならぬ。せっかくマリーたちに任せてガルドを探したのに全然儲からなかったわ。ごめんなさい、こういう子なのよ。うん、栄えてるように見えるけどな、うん、大きな家とかもあるし。大きな家。あんたどこの田舎から出てきたの。田舎じゃない、フィッツガルドのリーネ村だ。リーネ村、思いっきりと田舎じゃないの。飛行流に乗ってた時見たわよ。いやでも空気はうまいし人は親切だしいいところだぞ。それをど田舎だって言うのよ。この村に旅のお方とは珍しい。どなたかお探しですか。お、親切なおばちゃん。ワルドって人の家へ行きたいの。どこにあるかわかる。なんだあんたたちあそこの客かい。あ、急に態度変わった。村で一番大きな屋敷、そこがウォルトさんの住まいだよ。ワルドってのがどんなやつなのか今の態度でおおよそわかった。ま、とにかくその大きな屋敷へ行ってみましょう。
はい。なるほどね。あ、浮屋さん。あら。屋敷か。この屋敷の人ですね。なんだお前ら、ガキが気軽に来ていい場所じゃねえぞ。うん、怖い怖い。神殿のお宝の件で話があるの。ウォルトさんに取り次いでくれない？神殿のお宝。ウォルトさんがお会いになるそうだ。2階へ行きな。はい、2階に行きます。あんたがウォルトね。こいつを見てもらえるかしら。確かに例のお宝だ。あの神殿からよく持ち出せたな。私たちにかかればちょろいもんよ。ちょろいもんよ。お前ルーティーカトレットか。聞いてた話と特徴が一緒だな。どこで何を聞いたのか知らないけど、確かに私がルーティーよ。そうか、お前があの主戦道。主戦道よ。強欲の魔女で名高いルーティーか。強欲の魔女。なるほどな。だったらお宝を手に入れたのもうなずける。人の目の前で堂々と悪口並び立てないでほしいんだけど。今までどんな人生を送ってきたのだ。通り名があるのってかっこいいな。かっこいいな。ああ私のことはいいから、商談に移りましょう。じゃあ早速報酬を。おっと、1万ガルド。ふざけるな。依頼状には5000と書いておいただろう。私の目は節穴じゃないわ。このお宝なら相場はもっと高いはず。うん、相場はもっと高いはず。お金持っていってもいいのよ。さあ、どうする。ほら、ことを荒立てる気。こっちにだって護衛役はいるのよ。あ、どうも。どうも。俺に睨まれても動じないとは、大した肝の太さだな、兄さん。何も考えてないだけでは。あのさ、ルーティー、これってゆすりって言わないか。そんなことを考えていたのか。違うわよ。私は別にこの人から依頼を受けたわけじゃない。私が独自に手に入れたお宝を持ってきただけだから。立派な商談よ。なるほど、それなら問題ないか。うん、正しくないことはするなってのもエルロン家の家訓の一つだからな。面白いな兄さん。気に入ったぜ。気に入られた。いいね通り払ってやろう。いいねで払ってくれるって。やったぜ。毎度あり。話の分かる人でよかったわ。さて、念願のお宝も手に入れたことだ。一つ祝いの宴と行こうか。お、祝いの宴。お前たちもぜひ参加してくれ。共に喜びを分かち合おうぜ。あ、そういうのパス。めんどくさいから。まあまあ、
うまい食い物たっぷり用意させるからよ。食い物たっぷり、こう言ってくれてるんだ。素直に好意を受けないか。おお、食い物に釣られた。あんたたち何結託してんのよ。仕方ないわね、ちょっとだけよ。よし、話は決まった。客人をご案内しろ。客人をご案内しろ。うわ、これ美味しいですね。兄さん、いい食べっぷりだな。ますます気に入ったぜ。めっちゃ気に入られてる。ちょっとまんじゅうばっかり食べてんだけど。マリー、あんたすっかり出来上がってるじゃないの。どんだけ食べるの。うん、うまっ。ちょっとマリーにスタン、こんなとこで寝ないの。起きろ、ルーティーが我を。おお、やばい、ウッキーが奪われる。お腹いっぱい、勘弁してくれよ。リリス、スタン、おい、スタン、スタン、うん、スタン、大変よ。あ、ルーティーにマリーさん、ここどこ。ゆうべ、あんたとマリーが潰れたから宿屋まで運んでもらったのよ。で、そんなことはいいの。敵に囲まれたわ。よ、敵、敵、どういうこと。どうしてルーティーがディムロスを。どうしたもこうしたも、話は後、急いで脱出するわよ。お、脱出するぞ。急いで脱出。嘘よ。ルーティーカトレットだな。身柄を拘束する。一体どうなってるんだ。ウォルト、あんたの仕業ね。ウォルト、お前には手配状が出回っている。善良の市民の義務ってやつだよ。あんてやつだ。これで盗掘者を捕らえることができます。ご協力ありがとうございます。交渉金の件は一つよろしく。ウォルトのやつ、金欲しさに私を売ったってわけ。手配状って、ルーティーは犯罪者だったのか。知らないわよそんなこと。ルーティーは犯罪者なんかじゃない。相棒の私が保証する。マリー、せいぜいレンズ監禁の際に担当者を脅して単価を上げるくらいだ。マリー、立派な犯罪ではないか。立派な犯罪だ。でもね、それくらいのことで普通こんな取り物にはならないわよ。よし、わかった。ルーティーは心当たりがないそうだ。何かの間違いじゃないか。邪魔立てすると貴様も許さんぞ。そこをどけ。だからそう喧嘩腰にならずに、まずは話をしようって。なんとふてぶてしい態度、もう許さん。怒らしちゃった。全員引っ捕らえてやる。やめて。強いぞ強いぞ。
けるわけにはいかないぜ。なんとしても捕らえるんだ。燃えろ。おお、なんでこりゃ。もう終わりかい？ペインキャパとは連携用の能力値。うん。相手の行動、攻撃力がつながるステーキぶり。行動終了後すぐに回復するので、いろんな行動を 連携してみよう。話をする気になったか？おのれ、無様なものだな。これ以上見てはおれん。の誰だ。リオン様。そこをどけ、僕が相手をする。事情も知らずに正義の味方を気取る。お前どこのバカだ。バカじゃない、スタン・エルロンだ。そうか、バカじゃない。あいつが持ってる剣、まさかシャルティエじゃないのか。シャルティエ、やっぱりまたソーディアが出てくるとはね。セインガルド王国客員剣士リオン・マグナスだ。ソーディアが2本あるとは好都合、まとめて持ち帰ってやる。なんだと。このなんだと。腕づくというのも悪くない。ソーディアン同士が戦うとどうなるか一度試してみたかった。おお、いいいいいい、めっちゃ強いぞ、めっちゃ強いぞ。めっちゃ強いぞ。さあ大丈夫か。あ、マキイベントか、マキイベントか。びっくりした、びっくりした。ルーティー、しっかりして。ふん、バカどもが。こいつらをダリルシェードへ連行しろ。ちょっと出しなさいよ。いつまでこんなとこに入れとく気。はあ、散々だわ。アトワイトはともかく、どうしてお金まで取られるのよ。お金まで取られちゃった。これはこれでなかなか楽しいぞ。そりゃマリーにかかったらなんだって楽しいでしょうけど。スタン、どうしちゃったのよ、さっきから黙ったまんまで。お、ちょっとあんた、ハーメンツではよくもやってくれたわね。よくもやってくれたわね。お前、スタン、あんたもしかしてものすっごく怒ってる。お前強いな。どうしたらあんなに強くなれるんだ。大自然に包まれて育った方は懐が深いですこと。出ろ。お、出してくれるの。私たちはどうする気。答える必要はない。黙って僕についてこい。はーい、ついていきます。
これがセインガルドのお城か。あんた、よくはしゃいでいられるわね。国王陛下の御前である。全員控えよ。おお、ははーはー。あー、アトワイト。ディムロス、無事だったか。貴様たちがなぜこの場に引き立てられたかわかるか。いやー、心当たりは。ちょっと、アトワイト返してよ。それは私のよ。黙らんか。王国管理課の遺跡を荒らしたのみならず、街中で大立ち回りを演じるとは言語道断。いや、大立ち回りはそっちが仕掛けてきた。断固たる処罰を覚悟するがいい。そんな。それとそこの男。はい、はい、はい。貴様が持っていたディムロスは本来我が国が回収するはずだったもの。それをなぜ貴様が持っている。なぜと言われてもいろいろ事情があったとしか。とぼけおって、いつまでもしらを切れると思うなよ。飛行流消失の件と合わせてたっぷり話を聞かせてもらうぞ。まずい、このままだと私たち確実に犯罪者にされちゃうわ。そんなの困るよ。お待ちくださいませ。お待ちくださいませ。どうしたヒューゴ。ヒューゴ、いい声だね。あの者たちは曲がりなりにもソービアを扱える身、貴重な素質の持ち主です。闇雲に処断するのは早計かと。しかしこのままでは示しがつかぬ。示しね。申し上げます。何事だ。何事だ。ストレイライズ神殿が何者かに襲われたとのことです。なんと。ストレイライズ神殿だと。どうなさったのです陛下。随分な驚かれようですが、ストレイライズ神殿のことがそれほど気になるのですか。お、気になるのですか。それは実はあの神殿には極めて重大な遺物が隠されているのだ。お、重大な遺物。それにもしものことがあったら。その遺物とはもしや神の目のことですかの。神の目。なんだ神の目。神の目ですって。なんだ神の目。ディムロスたち何を驚いてるんだ。やばそうな感じ。ヒューゴ、知っておったのか。私はもともと考古学に携わっていた身、それゆえ推察したまでですが。神の目というのはそれほど大層なものなのですか。はるか昔、世界をとてつもない災厄に巻き込んだ元凶だと伝えられている。わあ。神の目を二度と表に出すなかれと王家の戒めにも残っているほどなのだ。なんと。ならばすぐに調査隊を派遣しましょう。指揮は私めが。お待ちを。国の重鎮たる将軍を閣下が軽はずみに動いては民が動揺します。ではどうしろというのだ。せめて他の七将軍。おっと、今は全員任務の最中でしたな。もう、この場に適任者はおらんのか。あの、だったらそれ俺に行かせてもらえませんか。おお。なんだと。なんだと。ちょうどいい人がいないならぜひ俺にやらせてください。俺どうしても手柄を立ててセインガルドの兵士になりたいんです。無礼者。貴様は黙っておれ。無礼者。自分の置かれた立場をわきまえず、どの口で士官などとほざくか。まんざら悪い話ではないかもしれませんな。確かソーディアンは神の目と同じ時代に作られたとか。いにしえから伝わる遺物同士、
その能力が役に立つかもしれません。罪人を野放しにしろというか。リオンに監督させてはいかがです。あれもソーディアンを使えますので。そういう筋書きか、シューゴよ。おお、どういうこと。もっともらしいことを言いよって。要は息子に手柄を独り占めさせる気だな。ああ、なるほどね。決してそのようなことは。しかし他に候補はおりますまい。あのヒューゴって人、リオンのお父さんなんだ。うん、お父ちゃんだったんだね。万一に備え、あの三人には囚人監視用の措置も施しましょう。先日レイノルズが考案した装置、あれをつけさせればいいかと。お、なんかの装置。非常事態につき今回はヒューゴの案を採用する。お、採用されちゃった。リオン・マグナス。はその者たちを引き連れ神殿へ向かえ。万一神の目に何かあった時は全力でこれを確保するのだ。かしこまりました。いつの間にか私とマリーが数に入れられてるわね。俺頑張ります。だから兵士の件よろしくお願いします。ずいぶん王様に信頼されているようね。あんた何者。何者なんだ。オベロン社総帥ヒューゴ・ジルコリストだ。オベロン社総帥、よろしく頼むよ、元気なお嬢さん。オベロン社総帥。え、すごいの。あれ、リオンと名字が違う。確かさっき親子だって。いやいや、お待たせしました。いつも元気だな、レイノルズ。囚人監視装置のご用命でしたね。2つタイプがありますけど。お、2つタイプがある。1つは可愛くてえげつない。お、もう1つは硬くてえげつない。お、どっちも一緒じゃないのよ。さあ、どっちにします。可愛いの。即答即答。ティアラタイプだね。準備よしっと。あとはこのスイッチを押してみてよ。おお、これでいつでも好きな時に電撃をお見舞いできるって寸法さ。あらららららら。冗談じゃないわ。物騒なものつけないでくれる。無理に外そうとすればこの通り。発信機付きで居所も即判明。どうです、便利でしょ。便利。使えそうだな。それじゃ僕は実験に戻るよ。報告を楽しみにしてるから。何が報告よ、冗談じゃないわ。しびれた。さて、二人のソーディアンは私の屋敷に届けられるってはずだ。おお、屋敷に。取りに来なさい。私は一足先に戻っていいよ。町で一番大きな屋敷、目指すのはそこだ。お、また一番大きな屋敷ね。お、リオンがパーティーに加わった。あ、リオンのソードデバイスが使えるようになったよ。24。お、全部使えた。一番大きな屋敷ね。なんか結構一番大きな屋敷に来いっていうの多いですね。ここはお城か。お城を出て、
ここ？ここ？ああ、ここか。庭付きの一戸建てだもんね。ここだね。お帰りなさいませ、坊ちゃん。レンブラントジーカ、ヒューゴ様。旦那様なら2階にいらっしゃいますぞ。2階に。そうか、よし。新たなお役目を仰せつかったそうで、近頃富にご活躍ですな、坊ちゃん。坊ちゃんはやめろ。僕はもう子供じゃない。子供じゃない。坊ちゃんね。さすがオベロン社の御曹司様は、お育ちがよろしいですこと。余計なことは口にするな。ルーティ、大丈夫か？お客に、どうか気を悪くされませぬよ。リオン様はわざと他人を遠ざけようとする性癖がおありでしてな。性癖なのね。来たか。ここで立ち話もなんだ。広間へ行こう。マリアン、例のもの。例のものを。来るのが遅い。何をグズグズしていた。なんだよその言い草は。リムロス、少し落ち着いて。みんなは事情を知らないのだからの事情。文献によればソーディアンは全部で6本あったという。6本もあるの。そのうちの半分がここに揃った。考えてみればすごいことだな。へえ、ソーディアンって他にまだ3本もあるのか。すごいね、3本もあるんだ。さて、諸君に改めて任務を伝えよう。お、はいはい。王都ダリルシェードの北にあるストレイライズ神殿へ向かってほしい。はいよ。神の目が無事かどうかを確認し、もしなかったら取り戻すんですよね。そうだ、これは重大な任務だぞ。分かってるよ、俺が兵士になるためのチャンスだもんな。そんなことはどうでもいい。どうでもいい。どうでもよくない。人の目標にケチをつけるな。私はやるなんて言ってないわ。勝手に話を進めないでくれる。誰かに買われるのなんて真っ平だわ。ルーティー様を舐めないでほしいわね。20万ガルドでどうかね。20万ガルド。え、任務達成の暁に払う報酬だよ。仕事と考えれば納得できんかね。もう一声。25万。まあ、それだけ出してくれるならやってもいいかな。さっきの単価はどこへ行ったのだ。つくづくたくましい子に育ったわ。スタン君の士官の話も私から陛下に取りなしてあげよう。おお、だから結果を出してくれたわい。わかりました、任せてください。結果が全て。私は諸君に期待している。頼むぞ。よし、張り切ってなんとか神殿へ行くとするか。ストレイライズ神殿だ。ストレイライズ神殿。名前くらい覚えんか。用事を思い出した。少しここで待っている。あ、はい、待ってます。忘れ物かな。マリアン。リオン様、どうなさいました。そんな呼び方やめてくれ。ここには誰もいないんだ。そうね、ごめんなさい。エミリオ。エミリオ。でもあなた出かけたのではなかったの。マリアンにまたしばらく会えなくなると思ってね。どういう関係だこの二人は。挨拶するのを忘れていた。それだけのために。寂しくなるんでね。仕方のない子ね。そんなではヒューゴ様に叱られるわよ。あんな奴のことなんか口にしないでくれ。エミリオ、そんなことを言うものじゃありませんよ。ごめん、マリア。
僕が悪かったよ。分かってくれればいいわ。なんだ、どういう関係なんだこの二人は。それじゃあ行ってくるよ。エミリオ、気をつけておいきなさい。大丈夫だ、心配ないよ。エミリオ、遅い遅い。よし、出発するぞ。待たせてごめんの一言もないわけ。熱毒防止の宝石は持っているか。これからの道中には必要だ。熱毒防止の宝石。シャル、説明してやれ。鉱石はマテリアルをリライズすることで作り出せます。その際、攻撃力や防御力など各種能力を付加することができます。宝石をさらにリライズすることで付加された能力の強化も可能です。マテリアルが宝石に変化する。宝石はリライズで強化できるか。なるほどね。実際に試してみろ。これをやる。ポイズンマテリアル、熱毒を防止する。あ、なるほどね。防御力上げたいね。できた。宝石リライズをぜひ活用してくださいね。はい。待て、リオン。渡すものがあったのを忘れていた。これを持っていくがいい。ありがとうございます。お、センガルド。ではな。親に敬語を使うのか。俺の家とは全然違うんだな。宝石か。なるほど。熱毒防止がこれから必要になるってことは、これを何個か、あと2つ用意しなきゃいけないってこと？売ってるの？どっかお店かなんかで。リオン、これからよろしくな。剣のこととかいろいろ教えてくれよ。なんだこの手は。握手。勘違いするなよ。お前と僕が対等の立場だと思うな。僕はお前のようにずうずうしくて能天気で慣れ慣れしいやつが大嫌いだ。まあだろうね。さすが王国期待の客員剣士様ね。下々の者とは握手もできないってわけ。ストレーライズ神殿はダリルシェードの北の方角にある。まずは神殿の手前にあるアルメイダの村を目指すぞ。アルメイダの村で大丈夫なのか。よいしょ。売ってないね。よいしょ。あれ、お、ポイズンマテリアル2500円。2500円もするの。5000円必要か。
防御力。レンズがない。レンズがない。外で戦ってちょっとレンズを集めないと。レンズが1枚足りないよ。一回戦おうか。妖怪1足りない。これ辺で。メインステータスを軽くチェック。なるほどね。防御力。ちゃんと覚えているか。ストレイライズ神殿だろ。確かアルメイダの村を経由するんだよな。アルメイダの村。アルメイダはダリルシェードの北にあるらしい。よし、頑張って手柄を立てるぞ。おお。何に行くの？お宝。やったぜ。ダムステータスも調べてみる。ここだね。ここを経由すると。保存したいね、これ。ほうほうほう。プリティグローブと一律版だな。600円。
こも全部換金しちゃおうか。レザーガントレット、これが装備してないやつだね。装備は整った、うん、宿代もできたよ。けど宿に泊まる必要はないね。食料だけ補充しようか。食料の補充もいらないかな。フードの準備ができてない。マリーだ。さあ、というわけで、次回は神殿になんかやばいことが起きてるらしいんでね、神殿の方に向かいたいと思います。ちょっとこの辺でレベル上げしてるかもしれません。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。ではでは。